では皆さんこんにちは。やっほー、こんばんは。クエだぞ。姫です。今回も妖怪ウォッチ3の実況始まるよ。本日はクエが好きそうなパーティーを使います。あ、そんなの聞いてないんだが。サプライズだからね。私が好きそうなパーティーなんだろうか。うっふ、一目で察せるかしら。そんなわけで今回のパーティーはこちら。うわ、明らかに異質な存在の妖怪がいっぱい。順に説明をすると、まずはコアラニャンで攻守反転します。装備は無鉄痕にしました。エルドラコという位置はコアラ対策に守りに全振りしています。逆だ逆。そして今回の主役がこのドキドキドキ。やるのは簡単。自爆か。その通り。その威力はなんと400、最高クラスの威力となっているわ。ただ範囲に癖があるから、それを補うためにニャン騎士、そして復活要因に復60。ドキドキ系は自分がやられるとスキルの効果が切れて復活技が使えるようになります。つまりドキドキドキが必殺で自爆した瞬間に復60のことぶき、もしくは必殺で復活させて、ひたすら効果力の必殺で狩る。言うなれば完全なロマン構築か。どう、実用性はある程度確保したつもりだけど。嫌いじゃない。やったー。それじゃ早速レッツゴー。カガヨフ、どうした、体重999キロ。デッカブやって言いなさい。いや、昔よく遊んだなって。おう。そんなことより SSS ランクの人とマッチングしたな。癖のあるパーティーだけどなんとかしていくわよ。ちなみに今回は私がプレイしています。パーティー考案者なんだからいいとこ見せてほしいぜ。で、相手はドンちゃん。そうなめっし。そうなめで確実にバフを入れて、さらにとどろき必死で強化するっぽいな。火力マシマシねー。コアラニャンでどこまで軽減できるか。コアラの引き先はどうするんだ。ドキドキドキの必殺誘導のためにニャン騎士はまだ出せないわね。素直に力持ちを出します。そうなめさん、ガードせずに殴ってください。エルドラが通常火力で殴れたからよしとしようぜ。むう、コアラニャンは取り付いてくれていいのに。じゃあやっと発動したので交代。これでドキドキドキは攻撃力180と、まあまあな数字になりました。勇ましの陣もあるし、自爆技の火力は出そうだな。当たれば。そこは運で。ここはプレイングでってようぜ。さあさあ、ドキドキドキさんはチャージコンにより着実にその寿命を削りに来ています。毒のある言い方だが、実際そうだからなんとも言えん。ドキが爆発して散るとか、まさに芸術は爆発だ状態ね。土からできてるし、まさにあの忍者の作品だな。そういえば相手は壁にジャンク腰のか。これはコアラで反転しても結構痛そう。そうなめの装備次第かしらねー。ガード虫込んじゃなければ全然問題なさそうだけど。でさらにドンちゃんのバフかかるのか。次のダメージ次第では立ち回りを考えないとな。その時はクエに任せ。今回私はプレイしないからな。終わった。あ、でもこのダメージなら余裕そう。相変わらず感情の切り替えが激しいやつだな。で、トドロキッシュは無敵コンだったか。ここは移動してサイドガードね。一応エルドラの火力も上げたいし、前列に移動。あとは時を待つだけね。なあ、なんで時の装備チャージコンなんだ。他の妖怪まだ全然溜まってないし、保管できてないだろ。それは当てられるチャンスがあればその時に打てるようにね。せっかく相手が中央に移動したのに溜まってないとかをなるべくなくすために。そして1度目は確実に当てて、相手に損傷を与えてすかさず2度目を打つ。2度目は攻撃というよりもかき乱しとして使うわ。まあ一度食らった必殺を続けて食らってはくれないな。それなら2度目は相手に圧をかけて、移動したところに持ちやエルドラの必殺を当てた方が。さすがクエさん、察しが生きて助かる助かる。そしてここの力持ちの必殺しかしはとてつもない大仕事。さあさあ、見事に移動待機状態になりました。ここで復60を出します。出します。いよいよか。こんな混乱は何のその、爆風で全て吹き飛ばしてみせましょう。さあ行くぞ。まあ確かに行くな。そしてさすがに相手は交代してくるか。とんでもないマイナー出てきたけど、そんなの関係なし。派手よ。平日は爆発だ。300でブリーブンシーワンパンは来た。めちゃ気持ちいい。やりたいことができた時は心地がいいですな。ここのことぶきは。ああ、どっか。力持ちになら160の必殺ついてたのにな。でも仮の腰もドキドキドキが締めてくれたし、別にいいかしら。ここ回復させようか迷ったけどやめた。いろいろと思考バブルなこのパーティー。しかも今の危ないし。エルドラでいいかな。あとは160とニャン騎士を交代。運のいいことにトドロキ騎士がニャン騎士の必殺範囲に来たので打ちますか。まあやりたいことはできたしな。あとは確実に倒していくだけだし。欲を言えばもう一発ドキドキドキで大爆発したいわね。半分は溜まったから、もしかすると打てそうだな。ここで悪あがきの超アップとな。そうやって油断してると負けるんだよな。動画としては美味しいが、私はきっともう嬉しくないから美味しくない。だからこそ美味しいんだぞ。よくわかんないから、ニャン騎士はクエの尻尾も切り刻んでくれていいんじゃないかな。よくねえよ、急に夜な要素入れんな。耐えられたんだけど、カウンターのカウンターされててきた。
不義で刺したろか。だから唐突の具の要素入れんな。ま、全然耐えるんですけどね。ほら、あなたは物理を使いなさい。具だってるぞ。次の移動でドキドキドキの必殺溜まるかしら。容器の粒は不足か。厳しいな。溜まれば即座に外れるんだけど。うわぁ、ミリ残しはきつい。ちょんちゃんの移動待機までに間に合うか。ドキドキドキは爆発したくてうずうずしてるのに。うずうずしてるのは私ら定期。自分も期待してるの認めるのね。そりゃあこんなロマンが詰まったネタパーティーなかなかないしな。男の子らしいわねー。私は女だ。え、おい BGM まで驚くなよマジで。マジか。脳が破壊されそうになったわ。そしてドキは悲しくも一人で爆発か。ドキさんありがとう。実に空虚じゃ。あらせいか。そして狙い通りにそうな目が爆発を避けてきたので、ここで2匹がとどめを刺します。お父さん、キアカさんを私にください。身の回りの世話を全部任せたいんです。ぶん殴った方がいいですよ。あまりの怒りでクリティカルを出してしまった。そんなわけで勝ちましたぞ。やりたいことは全部できたな。姫にしてはよくやったと思う。もっと褒めて。よしよし。ああ。そんなわけで第2回戦です。この時より、ドキの寿命のカウントダウンが始まる。ノリノリなのくさ。あ、ちなみに今回のドキドキドキの装備は命中アップコンにしてみました。まあ、お世辞にも足が速いとは言えないからな。当たらなかったら意味ないしね。さて、ショーの始まりです。相手はまたゴリゴリの物理パーティーだな。よーし、相性は大変よきよき。ここの取り付きも足りない攻撃をカバーできる。あと思ったのがやっぱコアラニャンは無敵根安定かもな。無重力の時全体でワンパンされたことあるし。ここに連符構続いてるんですが、なんとか発動だな。これで仙台とマンおじしは置物になったわね。で、後ろ大滝駒さんジャックマジか。アタッカー剣にかけしだな。じゃさすがに仙台エンマは引いてきたか。マイニャン、まあ妖術アタッカーで正直から持ちで全然抜けられそうね。カチカチだ。じゃああとは待つだけです。ドカーン、弱い。まあガードもしてるし守りとんでもなく上がってるし、ここ殴らないのは意味不明だけど。ちなみに娘のゆいさんの取り付き効果は、脅威の突っ込みで全ステ超アップよ。小学生が考えそうな壊れ性能やねー。グエの取り付き効果は自分の尻尾を食べさせて HP が多分回復してるよ。ゴミすぎる。じゃあ姫の取り付き効果は何なんだよ。私のあまりの美しさに相手は死ぬ。おおすげー。ちなみにキアカは力アップとかです。雑になるな。で、持ちの方が先に必殺溜まったわねー。ドキ爆弾ができるまで耐えるか怪しいので、ここは交代しますか。ドキ爆弾とか実際にありそう。で、ニャンクシの方が溜まるの早いんですか。やっぱりドキはチャージ込んでいいのかな。うわ吸血だ。ドキちゃん HP300 以上あるしな。トリマー突っ張りますか。怨念はしょぼぼんなダメージだが、怪しくないか。あ、でも袋くじ溜まってるじゃん。ここでドキちゃんがやられても復活させられますな。改めて思う袋くじの強さ。スキルに加えこの溜まるスピードはおかしいぞ。クエはフレインズが狂ってて気もいい。おい、それは褒めてるんだよな。けなしてないよな。うわ仙台を出してきた。スルーすなマジで。実際クエにはみんな助けられてる。いつもありがとう。そんな素直に言うなよ。で、照れるじゃんか。欲しいですか。だ、誰、この声&字幕は主役のドキドキドキです。お前声高すぎだろ。何ですか、さっきからイチャイチャしてムリムリしてんじゃねえぞ。え、急に怒り出した。リア充は爆発しろ。あれ、ことぶき発動しない。相手の裏にドキドキ言うだろ。なるほど。で、ちゃんと300ダメ出してたな。仙台エンマにはしゃあない。で、リア充ってなんだ。リアルで重装撃ってないの役よ。なるほど。こういうの無知なのギャップすごい。じゃあ主役は残念ながら散ってしまったのでカット。てなわけで今回も無事勝利。勝てるっちゃ勝てたな。楽しかった。かわいい。なんか言ったか。それでは皆さん、ここまでのご視聴ありがとうございました。皆さんも適度なストレス発散を。